めっちゃ頭痛いよ。そんな頭痛い時でもドイツ語勉強しませんかと思って今日動画を作ります。なので今日の単語は、もし海外旅行に行ったら頭が痛くなったらどうすればいいか。まあとりあえず多分パニックを起こして、その後なんか必死で病院に行くかもしれないんだけど、そうならないためドイツに行く前に頭が痛いっていう単語を、まあ、今日は皆さんと一緒に覚えていきたいと思います。ドイツ語のお腹じゃなくて頭が痛いのは何を言うかっていうと、 Ich habe Kopfschmerzen、 Aua。 これね、 Kopf、 Schmerz、 痛い。なので Ich habe Kopfschmerzen、 悲しいね。であとね、このアワーは何かというとね、あ、痛い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 、ドイツ語だったらね、アワーアワー。なのでもう超リアルなドイツ語会話だったから、何を言うかというとね、 Ich habe Kopfschmerzen、 アワー。まあこんな感じだから、何かあったらドイツでも、まあ、生き残ると思いまして、もし生き残らなかったら、ビビって頭が痛くてどうしようどうしようどうしようもできないと思ったら、通訳とか仕事してるんで、電話通訳できますので、できる人に電話すれば何の問題もすぐ解決できると思います。あと、まあこの動画で見て海外旅行行って困ったこととか、なんかそういうストーリーあったらぜひコメントで教えてきてください。またね、チュース。